テレ東。I think the mute is very unfair, and I think it's very bad that they're not talking about foreign affairs. They're supposed to be talking about foreign affairs, and I think that the anchor is a very biased person. Her parents are very biased, but that's my life. アメリカのトランプ大統領は21日このように述べ、22日に行われる最後の大統領候補者討論会に対する不満を述べました。討論会の実行委員会は9月の第1回討論会でトランプ大統領を中心に相手の発言を妨害する行為が相次いだため、冒頭発言中はもう一方の候補のマイクを切る措置を導入することを決めています。討論会の実行委員会などによりますと、最後の討論会のテーマは新型コロナウイルス、家族、人種、気候変動、国家安全保障、指導力の6つで、それぞれ15分ずつの時間が設けられるということです。